どうもこんにちは、たまちゃんです。では本日は大型アップデートがなされたシンクドを遊んでみましょう。こちら以前案件をいただいて動画にしたゲームです。内容は無料で遊べる TPS、まあ、三人称視点のハクスラシューターです。大量の敵を銃で撃ちまくって装備をどんどん強化していきます。で、装備自体がドロップするのではなく、装備につけるモッドというものがランダムでドロップします。で、ゲームを進めば進むほど強力な能力付きのモッドがドロップするようになります。もう普通の銃撃戦だけではなく、能力者バトルみたいにもなってきます。で、三人称のハクスラシューターというと有名どころはザ・ディビジョンですが、それ以外としてウォーフレーム、アウトライダーズ、フォールアウト76、ゴーストリコン、ブレイクポイントあたりが挙げられます。まあ、シンクドゥはそこに食い込んでくるクオリティともなっています。で、現在のスチームの評価は賛否両論4500件ほどで、そこまで振るっていません。まあ、アイテム課金のゲームはそれだけで嫌う人がいますからね。無料なんだから遊ばなければいいだけなのに、ガチャ要素があるだけで悪口をわざわざ書き込むのもいるわけです。で、そんな中、先月2023年12月にシーズン1夜明けのルミナスという大型アップデートがなされました。新キャラクター、新たな敵、新ゲームモード、新モッド、新武器などなど、新要素盛りだくさんです。その他バランス調整など今までのシステムが改善されています。まあ、バランスがいまいちで離れてしまったという方はまたちょっと遊んでみてはいかがでしょうか。で、シンクドを初めて遊んでみる人は現状ちょっと難しい部分があるかもしれません。遊んでいる人の平均がスチームチャーツのページを見ると200人から400人くらいで、まあ、マッチングがね、なかなかなされません。まあ、通常はソロで遊んでも問題ないバランスですが、ボス戦が厳しいです。まあ、やられてしまうと起こしてくれる人がいないためです。またステージの初めからやり直しになってしまいます。とはいえ繰り返すことでキャラクターは強化できるし、ボスキャラの攻略法は覚えられるので、まあ、めげずにじっくりと挑戦しましょう。家庭用版がリリースされると人が一気に増えると思われますが、まだみたいですね。というわけで、ここからは新要素部分に絞って実際にゲーム内で見ていきましょう。さあ、始まりました。夜明けのルミナスへようこそ。新たな武器、新ガンテックですね。それと新タイラント、敵かな？で、新たなモジュール。まあ、これが他のハクスラゲーでいうところの武器につけられる能力的なやつですね。ナノリープ。これなんでしょうね。すごい勢いでダッシュできる。それは変わったのかな？では、まずは、インベントリー。このアメリアが追加されたとのことですが、お店で開放できる。ちょっと行ってみるか。有料なのかな？メルのお店。現在はクリスマス仕様のようだね。まだガチャまで到達できてないんでね。このデータは。ガチャ引けと言われてる？あ、多分言われてますね、これね。これは初回の10回ガチャかな。よし、じゃあ、早速、新年ってことでね、レジェンダリー武器、出るかどうか、引いてみましょう。よし、行けー。おはははは。完全にランダムです、これは。お、どうだ？あ、あ、あれ？お、あー、エピック。まあ、多分エピックかレジェンダリーどちらかがね、保証されてる。最低一つ。そして今回はエピック。グレナディアってのが手に入ったのかな？一番右下。これはなんだ？グレネード弾を発射する。ライフに見えるけどね。他は武器素材だったり。あとは、エピックの下のランクの武器かな？これは。4つ入手した？同じ武器は素材化されるという話ですね。まあ、これは遊び続ければ、ポイントがどんどん溜まっていくんで、お金をかけなくてもね、いずれ。長く遊んでれば、そのうち揃うんじゃないかな。レアリティが高くない武器でもね、もう全然遊べるという話なんで。
で、さらに、この見た目はかなりピンクですね。4200円。あ、アメリアいますね。600で解放だ。現在ポイントが300。ちょっと足りませんね。まあ、これもゲーム内で、時期に溜まるのかもしれません。また来てね。他に追加されたというのはこれかな？新たなロードアウト。このコンパニオンのナノ。これ用に、いろいろはめられるっぽいですね。新たに、より強化できるようになった。今まで4つでしたね。で、シーズン1に伴って、この戦力数値がなんか変わってますね。4000まで上がってる、一気に。現在がこれは最低の状態なのかな。28000。なんか数値がインフレしていきそうですね。じゃあ先ほどの新たな武器。他にはいろいろ青色入手できてますね。今まではこれを使っていた。じゃあこれ使いましょうか。グレナディア。まあ武器は使いまくってね、どんどん鍛えていく。もしくは素材を集めて強化するみたいな、独自の武器ツリーみたいのがありますね。これだ。ガンテック新コード。現状なんか解放できないのかな？特性追加？ランナー爆破ダメージ 35%。でも材料足りませんね。特性追加コスト。何かが10必要だ。これは解放できんのかな？武器ダメージがちょっと上がる？ 1%。まあ、じわじわと解放していく形か。この特性が追加できるのは、レア以上っぽいね。コモンの武器には追加できない。で、シーズンを重ねるごとに、武器がどんどん増えていきました。より面白い装備がどんどん増えていくんでしょうね。あとはその他変わったのがこれ。コーデックス。これが一新されたという話ですが、まだ到達できてませんね。これもキャラクターの強化要素みたいな感じなのかな？で、現在設定しているモッドは、クリティカルリロード。リロード後にクリティカルダメージアップ。それとアーマーギャップ。弱点ダメージ上昇。これはリロード速度上昇。マガジン容量拡張。まだまだモジュールがね、弱いですね。特殊な性能とか全然ついてない。もっと遊んで、より高いリアリティ、する入手率があります。バトルパス。シーズン1。バトルパスをこなせば、これらの武器はもらえるのかな？バトルパスは有料と無料分が分かれてますね。有料じゃないと、後輩の武器はもらえないようだ。まあゲームにハマったらね、お金を払うという形で良いでしょうね。それまでは無料分でも十二分に遊べますから。80まで到達することで次のバトルパスが無料になるみたいに聞きましたね。そういう券がもらえるのかな？これっぽいですね。シーズン2用のバトルパス。あ、こういうちゃんとお金も入手できますね。これによってキャラクターのアンロックが可能だ。それと細かい、これは実績システムですね。ここら辺でも達成すれば、どんどんお金が溜まっていきますと。じゃあクエスト受けよう。まずはデッドセクター。現在または過去のシーズンへアクセスする？過去のシーズンアクセスできるの？シーズン選択。これはなんかストーリー的な話かな。シーズン0を進めてもいいし。このシーズン1、こっちを進めてもいいのかな。問題なくいけそうだ。行ってみよう。なんか海みたいなステージのようだね。ルミナス。これがしゃがむ。これジャンプ。どっちは？これか。しゃがむボタン。2回かな。さあ、挑んでみよう。早速敵やるぞ。おら！お、いいぞ。グレネード。これ自分はどうだろうね。巻き割れんのかな。今んとこ、当たりませんね。自分には。すごく撃ちやすい。さあ、弾込めて、一発一発、弾込めますね。上なんかいるな、あそこ。倒した。適当に撃ったが、やりましたね。そこいつを、仲間にしましょう。うおー、シンクロ開始。新たなクラッシャーを手に入れた。こちらは、お宝かな？なんかのモジュールを手に入れた。さらに、このステージ限定の武器。これ何かな？ライフルですかね？うん、ライフルだね。なんか見た目面白い。弾の軌道がちょっと面白いな。これは現在持ってない武器でもね、暫定的に使える形になりますね。とりあえずここで、いろいろ強化しましょう。現在のお金は一番画面左下ですね。1600。もしくはこっちで。
これまた暫定的な能力を手に入れる。これはもうどんどんお金貯まるんだよね。もう適当に上げまくっていいんじゃないかな。黄色にすればとりあえず強くなる。もちろん難しいモードになると何を選ぶかがね重要になってくるんでしょうが、自分が装備している能力と、あとは今得た暫定的な能力ですね。ローグライク風ですね。というわけで進んでいきましょうか。さあ仲間召喚して戦ってもらいましょう。でこの暫定的な武器でも熟練度を上げられます。そのうち本入手できたらね、まあその熟練度がまんま生きるわけですね。画面中央右のサージノード、現在ノーマルですね。これがハードとかになるとゲームの難易度上がっていきます。あとはそうだ、カバリングありましたね、ちゃんとね。屋内ダンジョンではこのカバーリングはかなり重要なんじゃないかな。さあクリアで、だから完了のようだね。ミッション1は。メールはなんか届いてる。すべてのアイテムを回収する。回収しよう。お、回収したら？なんかエピック武器もらった？やったね。もらったのはこれかな？ファンフレーム。火炎ダメージ。ファイヤーの発生率は 10%。カスタムでアタッチメントを設定できる。まあ、熟練度上げると、ここら辺がアンロックされる形ですね。モジュールが。熟練レベルって書いてあります。で、新たにモジュール入手したので、LB でモッドを自動で装備する。押してみようか。押してみたら、勝手になんか切り替わった形かな。まあ、今持っていたモッドはね、自動的にアップグレード。強いものに。っていう形でしょうね。で、不要品は解体すれば素材になって、で、このモジュール自体に特性追加でね、能力を加えられますね。で、これはなんだ？なんかすごい強そうだね、これ。ナノを銃弾で倒すとグレネードを落とす。これ強いぞ。なんでこんなの持ってんの？メールでもらったのかな？なんか特殊アイテム的な感じでね。能力は高そうだが、戦力がね、4300なんで。あ、でも強化で上げられるっぽいね。でも素材が必要だ。特殊なモッドは取っておいても良さそうですね。コンパニオンのモッドは2つ設定されてますね。しかし、不適合。このナノ用じゃないの？ってことは。どのナノにふさわしいか。図で分かるようになってんのかな、これ。これは強そうだから、ちょっとナノ変えましょうか。クラッシャーを別にする。シアーかな？あ、シアーだね。さあ、では新たな武器を。試していきましょうか。お、これはすごいな、なんか、撃つと、なんか反射されてる。これはこの武器の能力かな？おら、すごい、ド派手。ああ、火の塊が飛んでいく。で、勝手に死んでいきますね。一体倒せば、爆発するから。なんか今上に、ボカンってなりましたが。あれがグレネードかな？うん、それっぽいね。さあ、新たに。シア用のモジュールにしましたね。一番右。ポイズンレーザー。毒のレーザーを発射するのかな？お！これかなんか変わったっていうのは。飛んでからさらに何かができますね。リープインパクト！ああ、なんか攻撃できるんですよね。さらに。さ、本日はここまでですね。モッド集めとは別に武器の育成が行えるというのはとてもやりがいがあります。もう人が面白いと感じるシステム、てんこ盛りの内容なので、こちら気になった方は無料なのでぜひダウンロードして遊んでみてください。じゃ、というわけで実況はたまちゃんでした。